登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。ここからはアウトドアコーナーです。登さんよろしくお願いします。はい、お願いします。うん、はい、鶴巻登です。はい、辰巳さんお疲れ様でした。急にありがとうございます。どれがいい。ゼッペリン、ステアウェイトゥヘブン、名曲中の名曲。本当、はい、アメリカの楽器屋じゃ、あのこれを引き出すと、あの店員に怒られるらしい。長くなるぞ、長くなるぞ。腕を競い合うためです。いいです、試し弾きにしても長いだろうと。俺のがうまいとか絶対出てきますよね。はい、はい、して今日の湘南、はい、セット膝もも、うん、まあこんなもんでしょう。相変わらずですか。はい、うん、オフショア北風 2-3メーター、うん、はい、まああのやる人はやってるし、はい、やんない人は見て帰るみたいな感じのコンディションですね。うん、やったんですよね。今日はやってないです。はい、水温はね 19.5 度、うん、上がってきてますね。だいぶ暖かくなってきたんで、はい、もうだいぶいい感じで、うん、あんまりこう辛くないです。うん、うん、金曜日、うん、6月の16日金曜日に、うん、南岸低気圧が入りのサイズアップするんではないかと。うんうん、じゃあ金曜日にまた週末ですかね。そうですね、金曜日に準備しましょうみたいな。うん、うん、まあ風も弱そうなんで、うん、そんなコンディション、うん、はい、で湘南がねずっと、うん、あの波ないんですよ。うん、あの梅雨に入りまして、はい、じゃあどうするのかっていうと、うん、場所変えますかみたいな、うん、で千葉南に行ったらどうですかってよく提案してるんですけど、うん、今日はその千葉南の、うん、今言ったあの湘南は膝ももじゃないですか、うん、千葉、まあ鴨川、例えば鴨川ですね、チェックしてさっき調べたら、まあ鴨川マルキは、うん、腹セット胸、あ結構だね、うん、マルキってね、病院があるんですよ。病院なの？うん、病院の名前がポイントネームかな。あ、そうなの？多分、うん、まあ、その海岸の、そうそうそう、病院の、病院からこう、うん、海に出てきたところがマルキっていうポイントで、マルキって確か病院の名前で。マルキって病院があるんですか？あ、知らないんですか？はい、こんだけ言ってんのに知らないんですか？マルキって病院は知らない。じゃあ安心して割れてくる。そうそうそう、まあ、すぐ病院がそば。そうですね、まあ怪我したらすぐ行けますよ、うん、みたいな。怪我しちゃダメですけどね。溺れちゃうまず。そんでマルキでは腹セット胸ぐらいは波のサイズもあるし、北風2メーター、うん、面もいいですよと、水温は 18.3、 結構上がってきてて、まあ暖かくなりつつある、まあ、外房の方が冷たいんでね。あ、そうなの、うん、あ、そうだね、そうそうそう、あの相模湾じゃないですか、うん、相模湾、うん、の中はやっぱ暖かい、かかうん、もう、ね、全然冬は違うし、ね、これからもっと上がるんでしょ。そうですね、で、うん、暖かくなってきたからいいでしょ、うん、ただやっぱりその平日なのに、うんうん、さっきチェックしたらもう50名いるんです。あ、そう、ってまあ、増えるってこと、増えてるってことですね。やってる人はやってますよね。ああ、でも水曜日お休みの方とかね、そうですね、不動産業の方とか、不動産業じゃないですか。そうですね、水曜日不動産の方は不動産、そう、この間教わったんですよ、また水曜日休みってことですか。うん、あの水曜日仕事が水に流れるとかで休みなんですよ。ああ、そうなんだ、そういうことわざ。じゃあ火曜日だと、はい、美容師とか多いですから、ね、それなんかわけあるんですか。あの美容師は大体火曜日休みです、はい、その水に流れるみたいな、ね、火曜日はどう、ね、頭が燃えるとかじゃないですか。火のように、まあ、そうなんですか、ね、火のように儲かるみたいな、うん、まあそれはないと思います。ダメですか。残念、残念、はい、はい、ね、まあそんな流れで、うん、そう、千葉へ行ったらっていうところで、うん、千葉いいですね、うん、ウェザーチェックしたら、はい、ホタルとアジサイ、ホタルとアジサイ、まあ両方とも旬なんですよ、うん、そういうイベントですか。いや、イベントじゃなくて、そういう時期ですねっていう。時期で、はい、季節、季節、ね、季節柄、まあ、6月もあの真ん中ぐらいに来たんで、先週あたりが、うん、まあ、あの千葉の方は結構ホタル出るんですか、うん、そう、関東では先週末ピーク、うん、あ、そう、うん、で、まあ残りホタルも見れるんではないかっていう、うん、だからそうですね、うん、あの横浜だと
前もちょっと言ったかな、うん、その瀬上の池があるとことか、あの江南区ですね、うん、あの辺が、うん、意外とそのホタルのメッカ、うん、あ、そう、あの僕結構行ったことあるけど、水がきれいじゃなきゃホタルっていないですか。あれはだから湧き水があるんですよ、やっぱ山の中リンゴ歩いてって、そこ、ね、から小川が出てて、その川の流れに沿ってホタルが群生してるっていう、うんうん、観光地っていうかみんな見に行くんですかね。地元の人は行ってますよね、うん、ただもうこういうネット社会なんで、うん、多分もっとすごいことになってるはずですね。私最近行ってないですけど、上郷の方ですよね。そうですね、上郷、上郷高校とかあったとこですね、あの辺がやっぱりじゃないもん、ね、うん、そうだから多分鎌倉なんかも、うん、僕は鎌倉詳しくないですけど、鎌倉でホタル見たことはあんまりないですよ。いやでもどうだ、出ない、出なくてさ、かすかにあるのかな、うん、あの葉山とかあるんじゃないですか、あのなんだっけ湘南国際村とか、 あっちの方で見たかも、あの辺山じゃないですか、ちょっと入るとで小川もあるし、多分ホタル、俺が子供の頃はね、うん、あったと思う、見たような記憶があります。それがもうね、時代は変わってますね。はね、そう、してアジサイ、アジサイ、うん、アジサイ寺、アジサイね、そう、あの今やっぱりこれから旬だっていうことで、月末にかけて、うん、綺麗でしょうね、うん、まあダーッと調べたら、明月院、明月院ね、うん、光明寺って言うんですか、光足寺、光明寺、ね、光明寺だと思う、うん、はい、あの派生寺、うんうん、光明寺はうちのすぐそばですよ。あ、そうですか、そっちなんですね。俺の生まれ育ったところ、北鎌倉の方なんですか、じゃあ。いやいや、俺のところはあの材木坂園からずっとこういった、うん、だから北鎌倉と寿司寄りの方ですね、うん、あっちの方に紫陽花寺ってのがあったり、うん、御霊寺もあるし、うん、結構、うん、いっぱいあるんですよ。そう、学アジサイと僕はあんま知らなかったんですけど、山アジサイとかね、あ、ありますね。そう、そんな流れみたいで、うん、なるほど。そう、アジサイが、うんうん、今ピークにアジサイ寺なりましたっていうところなんですよ。そこ境内でよく遊びました ね、境内で遊びました。今はもうダメです。あれですよね、土の酸性度によって色が変わるんですよね、アジサイの色。よく知ってんじゃないですか。そうですよ、うん、そうそうそう、紫とかいろいろ変わるもんね。アジサイは酸性だったら青、うん、アルカリ性は赤って言われています。酸性、まあでもその状況によって、うん、みたいな土の状況によってもこう変色してくるんですけどね、うん、よく知ってますね、うん、すごいね、うん、そのインストラクター、え、関係ないか、そう、関係ないです、はい、日本ではね、うん、花言葉でね、移り気、移り気、あ、色が変わるからですよね。あ、ね、なんで内海さんがそこで、うん、あ、大丈夫ですか、俺自分でアジサイっぽいな最高ですねおかしい、うん、そう、うん、こんなこんななんですよ、はい、ちょっと取り留めもなくなってきたんで、ちょっとまた流れを一回戻します。ね、うん、サーフィンの関係なんですけど、はい、大原博人さんっていうのがいまして、うんうんうん、ええ、これはあのサップじゃなくて普通 の、うん、普通 の、 あのレギュラーサーフィン、うん、今一番 CT に近い、うん、あの WCT って言って、うん、世界ランキング40位、うんうん、30位以内 の、 そのサーフィンサーカスみたいのがあるんですよ、うん、そのトッププレイヤーで回してランキングをつけて、うん、まあ、あの一等賞で当然賞金になってくるんですけど、うん、まあ、そこにジャパニーズの中では一番近いんではないかっていう方から、うん、若手ですか、はい、まあ、あのサップばっかり僕も見てたんで、うん、最近ちょっとサーフィンの方にももう一回戻しつつ、うん、はい、あの勉強になりましたみたいな、まあ、でも下から結構若い人が出てきてる、うん、そう、みんな若いんですよね、はい、その彼のお姉さんはボディーボードで世界チャンピオン取ってたりする、まあ強烈な兄弟、はい、ありがとうございました、はい、チェックしてください、はい、はい、今日のゲストはバカバカバンマス、はい、長瀬辰巳さんでした。ありがとうございました、はい、楽しかった。来週は松本照夫さんです、はい、よろしくお願いします。楽しみですね、皆様のメール。京都からじゃないですけどね、はい、それではまた来週、バイバイ。お疲れ様でした。バイバイ。